く敵たちよ、下がれ。今回は7月に情報修正の入ったノーマル源の範囲を紹介。四季6の号令で武力プラス6、兵力プラス25、効果終了時に兵力は30、調整で効果時間が 7.9 から 8.3 カウントになって、デメリットまでの強い時間が延長。運用は大型号令のようなものやから 0.4 カウントの差は大きい。守りでも号令で戦い切った後に回復する時間が生まれて2回か生存できることも。今回はそんな守りでの強さが生きた試合。助けて、論破。貴様、クソ。論破流派発動。一の型流派発動。一の型私は撤退などしていない。くらいだよ。王様のうなりだぞ。僕はどうしたらいいの。も道連れにしてくれる。撃ち出す。撃ち抜け。よく来たな。助けて。私は撤退などしていない。目が撃て。撃ち抜け。突進。撃て。発進。傷は浅いぞ。撃ち抜け。発進。ここまでか。ここで戦機未使用やから最近内で確定。お相手のデッキは攻撃力が高いからカウンターに注意したい。我が名は遊白海。修羅の川と血の海を行く者だ。蹴散らせ。くらいだよ。論破。蹴散らせ。私は撤退などしていない。流派発動。三の型貴様も道連れにしてくれる。戦機戦機解放。俺が許可する。クオン分子を排除せよ。発動。
見ろ刀。敵城門をこじ開けよ。私の号令を聞いてくれ。聞けったら聞け。私は撤退などしていない。目が見えぬ。ロンパ蹴散らす。こんな感じで状況次第ではほぼデメリットなしで使うことが可能。士気6ブロックプラス6に兵力回復がつくからデメリットを踏み倒せれば破格の性能。撃て蹴散らす。撃てロンパ蹴散らす。撃ち抜け。ロンパ蹴散らす。傷は浅いぞ。撃ち抜け。撃て撃ち抜け。馬が如き一撃食らえ。目が見えない。助けて。論破。ご視聴ありがとうございました。